この時間は数字が教えてくれる資産形成、資産活用をお送りします。前回の放送では資産形成はある特定の世代の人だけが頑張るものではなくて、それぞれの世代そして環境でできる人ができる範囲で行っていくことが大事だということを教えていただきました。第2回になるんですけれども、今回は実際に自分にできる範囲でその資産形成を始めようと思ったはいいけれども、では一体何から始めたらいいのかわからないという疑問や不安についてお答えいただきたいと思います。ということで野尻さん、唐木田さん、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、実際に資産形成を始めようということなんですけれども、資産形成の目的、これほとんどの方が老後に向けてというイメージをお持ちだと思うんですね。というのも去年でしたか、老後資金ね、2000万円問題というのが浮上しまして、ある意味もうキーワードになりました。時期的にありました、そんな時期も。ですから老後の心配をする人が増えています。でこの番組のスタッフにもお子さんを抱えて住宅ローンもあって、そのローンの返済があって、同時に自分の老後資金まで考えなくてはいけない、これは本当に悩んで悩んでっていう感じのスタッフもいるんですけれども、唐木田さん、そういう方多いですかね。そうですね、やっぱり住宅ローンを抱えながら資産形成ってできるの、できている人はいるのっていうふうな疑問はふつふつと湧いてくるかと思います。実は資産の未来研究所ではまさに今申し上げた住宅ローンがあっても資産形成できている人ってどんな人なのっていうテーマでアンケート調査を、1万人規模で実施いたしました。実際いらっしゃるんですね、できている方が。そうなんです。今日はそういった方の特徴もご紹介したいなと思っています。お願いします。はい、でアンケートの結果を見てみますと、資産形成に向けて何らかの取り組みアクションを起こしている人っていうのは全世帯ベースでは7割の方がいらっしゃって、その中でなんと持ち家でローンがあるという世帯で資産形成に取り組んでいる方は8割にも上がりました。私自身も結構多くの方が取り組まれているんだなと思ってまして、この調査をする前は、ローンの返済に追われて資産形成にまで気が回らないんじゃないかなっていうようなことを思ってたんですけれども、実際の結果を見ると5人のうち、4人の方は何らかの取り組みをしているということが、分かりました。スタッフの人に言わないとダメですね。やるようにって、ね、ちゃんとやってるんでしょうかね。結構そうですよね、やってる人って多いんだなって思われる方も見てる方の中には多いんじゃないかなと。意外な結果と思われてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。あとは焦ってる方もそうですね、いるかもしれませんよね。ただですね、続きがありまして、資産形成の取り組みにはこう積極的意欲的だなっていうのは分かったんですが、実際の金額どれくらい資産形成に当ててるのかというのを見ると、金額的にはあまり多くないというのが分かってきました。なかなか難しいですよね。そうなんです、拠出するわけですから。こちら見ていただきますと、持ち家でローンがありの世帯の方に年間いくらくらい資産形成に割り当ててますかといった質問をしたところ、5割の方が50万円未満というふうなお答えをされていて、その中の1割は差し引きゼロ、つまりは資産形成に向けて取り組みはしたんだけれども引き出ししたりして結局トントンです、たまっていませんという方なんですね。なかなか収支ゼロみたいなもんですよね。おっしゃる通りです。そういうことなんですよ。そうなっちゃいますか、野尻さん、どうしても。そうですね、この今の表を見ていただいても、年間で平均90万円ってすごい大きかったですよ ね。 そうですね、こんなにできてるんだっていう、でも確かにたくさんやってらっしゃる方もいるんですけど、今のように少ない方もいたり、トントン結局出し入れゼロでしたっていう方もいらっしゃって、平均が90万円、これやっぱりみんなが90万円やってるわけではないっていうものの、でも1万円以上っていう方がたくさんいらっしゃるっていうのも事実なので、見方は
平均の金額も大事ですが、全体の、分布みたいなものもちゃんと見ておく必要があるなと思いますね。分布を見ますと、まあ、それぞれがそれぞれの環境で皆さん頑張っていらっしゃるんだなっていうのを見て取れますもんね。そうですね。そうですよね。一つの答えっていうことだけではないんだろうなと思うんですけれども、ただ唐木田さん、その住宅ローンがある中で資産形成を着実に進めている人って実際いるわけですから、こうして、特徴ってあるんでしょうかね。そうですね、こちらの先ほどのデータ見ていただくと、大体1割以下ぐらいの方が年間200万円以上資産形成しています。世帯ベースで、出ています、ね、1年間で200万円以上資産形成にお金を回してるんですか。方が1割以下いらっしゃるっていうような分布で見るとあるんですね。すごいですよね。すごいですよね。で、まあ、やっぱりこういう方はローンがあっても資産形成できているっていう、まさにそのど真ん中の人だと思いますので、どんな特徴があるのかというのを、家計面での努力工夫というポイントに着目してデータを分析してみました。家計面で工夫されてるんですね、きっと、ね、お願いします。家計面の工夫や努力のトップはポイントやマイルの活用で回答者の4割を占めていました、その観点ちょっと意外でした。こう思い返してみると、最近は就活、婚活、それに加えてポイ活っていう言葉もなんだか市民権を、ポイはカタカナですかね。ポイのカタカナ、ポイント活用の、そうですよね、だからカタカナポイ活という言葉がこう耳にする機会が増えてきたなと思ってたところだったので、まあ、1位っていうのを見て、それも納得の結果だなと思いました。で、2位と3位は節約、で4位は家計簿をつけるということだったので、いずれも3人に1人が実施をされているということで、5位は再び節約で、4人に1人が実施しているという結果になっています。で、これを見ていただいたときにちょっと注目いただきたいポイントが、特に何もしていないというふうに答えられた方なんですね。この比率が保有額300万円以上のグループでは1割前後なのに対して、300万円未満の方では 17.9% と割と高い数字が出ているんです。で、さらに一つの世帯が実施している家計面での工夫の項目数というのを聞いているんですけれども、やはり300万円以上のグループでは平均 3.1 個に対して、300万円未満のグループは平均 2.6 個と、ここでも300万円未満か以上かで数字の違いが明らかになってきているんです。300万円というのは一つのなんか節目というか水準になってきてるんですね、きっとね。そうですね。300万円というのは資産の残高っていうことですよね。おっしゃる通りです。ちょっと差が出てくるんですね。頑張って、ね、もうちょっと上げないといけないということですね。そうですね、きっとね、上げないといけない、頑張って水準上げようっていうところなんでしょうね。そうですね。で、こういったデータ見ていきますと、こう住宅ローン返済しながらある程度資産形成をしている、金融資産を保有できている層っていうのは、総じて家計面での努力とか工夫をこう、積極的に行う傾向があるなというのが見て取れますし、特に1位のポイ活、ポイントやマイルの活用の実施率が高いので、節約するっていうよりは、ポイ活だったり家計簿をつけて、ちゃんと今の自分の現状を見える化できている人が多いといった特徴を持っているようです。なるほど。野尻さん、ある意味資産形成って攻めて守るっていうことでもあると思うんですけれども、ポイ活ってお話、唐木田さんのお話を伺っていると、守るっていう姿勢よりも、むしろ攻めるっていうのも加わってる、そういう印象もありますね。そうですね。すごい面白い結果だと思ってまして、ただ正直なところ申し上げると、ポイ活やったからそのお金で資産形成ができるのかって言われると、いや、それなんかよくわかんないですよ。何百円の世界かなって思えちゃうんですよね。だからポイ活をやった、マイルでやった、だから出来上がったお金を資産形成に回してるっていうこととは私は違うんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ただマインドセットっていう点ですけど、お金に対するなんか向き合い方とか考え方とか、
見る目みたいなものがポイ活をするとかマイレージをやるとか家計簿をつけるとかっていうことと資産形成とはもしかすると同じようなレベル感の考え方が背景にあるんじゃないかっていうふうには思いますよね。自分のマインドであったり思考がそちらに向く、はい、向きやすくなるっていうことも、もしかするとだから資産形成をやってる人は同じようにポイ活にも同じ目線を持ってやれてるっていうことなのかもしれないなとは思うんですよね。そうですね、そのあたりそうですね、はい、ちょっと次のフリップを出していただけるといいなと思うんですけど、はい、私はいつも多くの方が上の段、収入から消費をして残りを資産形成とか貯蓄に回すという方が多いと思うんですよね。でこれがポイ活であったり家計簿をつけたり、まあ、いろんな形でこう、言ってみれば節約ですわね、うんはい、節約をして消費を落とすことで収入を上げていこうって考えるとこれなかなか大変ですよね。はい、どんどんポイ活一生懸命やってもそんな何万円にはならないよねって考えると、その下側の表を見ていただく、表の下側の引き算を見ていただくと、はい、収入から先に資産形成の費用を引いて残りで消費をする、ちょうどオレンジと緑をひっくり返しただけのことなんですが、収入から先に資産形成分を引いた残りを使うということはこのお金は、はい、全部使っていいっていうマインドセットができるわけですよ。使わないようにして残そうっていうマインドセットと、はい、もう引いちゃった後なんで、はい、資産形成しちゃった後なんでこのお金使っちゃっていいよねっていうマインドセットはすごく気持ちの上では楽なんですよね。そうですね、なんかちょっと楽しいというか、そうですね、お金との向き合い方も、はい、先ほどねおっしゃったように攻める見方っていうのはこういうことなんじゃないかと思うんですよね。いわゆる使わないようにするっていう努力よりはこれを上手に使うっていう残ったお金を上手に使うっていう中でポイ活があったりとかこれはありだなって思えるんですよね。そうですね、ポイントであったり、はい、さっき増えてますからね、いろんなポイントがね、はいはい、あともちろんマイレージ、マイルもそうなんですけれども、はい、貯めていく楽しみっていうのももちろんありますし、それが活用できる、そしてその活用する上でそれが自分の人生にいずれ役立ってくれると思ったら、とても前向きになりますよね。なりますよね、ちょっとたくさんありすぎるのはなかなか難しくて、カードなかなか出せないですよね。本当に大変だなって思うんですけど、でもそれによる例えば消費の効果もあるでしょうし、はい、決して悪いことばっかりではないなっていつも思えるんですよね。ただ問題は本当にそれで資産形成とつながるっていうふうに、資産形成をなんて言うんでしょうかね、ポイ活の結果として受け取らない方がいいなと思っているということなんですよね。なるほど、資産形成をやることとポイ活をやることは同じマインドセット、同じものの考え方の中にあるなっていうふうに思えたら、それはいいなと思いますね。今年は特に近年言われてきたキャッシュレス化の中でも、キャッシュレスが進んだ1年だったと思うんですよ。そうした中でやはりポイ活っていうのもすごく馴染みやすい、そういうなんか活用の仕方というか前進の仕方の気もしますけど、どうですかね、野添さん。そうですね、やっぱり非接触型の支払いっていうのは大変大きな、なんか今年の一つのテーマだったと思いますね。でそのためにポイントがつくとか活用できるとか、あとはディスカウントできるとか、割増がいただけるみたいなのとかっていうのは大変いいことではあるんですけど、もう一つ先ほど見ていただいたように消費を先に持ってくると、はい、それって消費を促進する効果もあるわけですよね。だから非接触型っていうのはちょっと余分に使ってしまうっていうことを考えると、必ずしも資産形成のお金を作るというよりは、節約をしない方に向いてしまう懸念もあるわけですね。これは考えておく必要があって、我々行動経済学で、メンタルアカウンティングって、よく議論しますよね。心の会計って言って、一度ポイントカードにチャージしてしまうと、もう使うときにこう、だって歯止めがかからないっていうか使ってしまうっていうのは多いですよね。なのでそこをスタートラインにはしたくないなって思いますね。そうですか、
唐木田さん、やはりポイ活もご自身に合ったスタイルで資産形成につなげていくというのが大切なんですかね。そうですね、まあ、私自身の例で言いますと、はい、やはりこうキャッシュレスなので使いすぎてしまう部分は私のことかなっていうふうに思いながら聞いてたんですが、はい、一方でキャッシュレスですと何にいつ使ったかというのが電子記録紙としてすごく残りやすいので、そうですね、家計簿をつけるという意味では、あ、無駄遣いをしてるんだなというのもしっかりと見える化されていて、あ、だったらこの部分を節約してもうちょっと資産形成の分を増やそうかなと思えたのも気づきの1年でした。なるほど、今おっしゃった、今キーワード出てきました、見える化可視化っていうのも、うん、おそらく資産形成する上での重要なポイントになってくるでしょうね。そうですね、おっしゃる通りだと思いますね、うん、市場ワーキンググループ、例の2000万円問題の報告書なんかの議論にもなりましたけど、はい、あの時にも見える化っていうのはキーワードの一つだったんですよね。その時には老後資金の見える化っていうのがあったんですが、はい、こういうお金との向き合い方で数字に直していく、まあ、今回の、ね、テーマでもありますけど、数字が教えてくれるっていう意味では大事な、切り口といいますか、一側面なんだろうなと思いますね、はい、なんか資産形成についてだんだんと見えてきましたね、はいはい、前回そして今回にわたって資産形成をテーマにお話を進めてまいりました、はい、今回は何から資産形成を始めたらよいのかということで進めてきたんですけれども、はい、次回以降はその後のお話ですよね、はい、資産形成をしたらやはり野尻さんのおっしゃっている資産活用、はい、ここが大事になってきますので、うん、その資産活用の実践編、それこそお金との向き合い方について次回以降またお伺いしていきたいと思います、野尻さん、唐木田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。